チケットは前売りで完売。自由席の場所をめぐってなんと昨夜7時から並んでいたというサポーターもいたということですが、いや福西さん、いい雰囲気になってきましたね。いやこの雰囲気はやっぱりね、こうなかなか味わえないと思いますし、この雰囲気でやはりこう勝ち取るというところがね、非常に大事なところであって、やっぱいい舞台が整いましたね。敗れて、そして広島が勝てば広島の優勝が決まりますが、広島チャンスになった。高萩のスルーパス、こぼれてシュート、突き刺した。素晴らしいシュート、先制広島。高萩のシュート決まりました。前半の17分、優勝へ一歩歩みを進める高萩の先制ゴール。スルーパスが軽に跳ね返される形で戻ってきました。そのボールを左足で思い切って蹴っていきました。左足をクロス入って、逆サイドから石川、折り返す、チャンス、シュート、入った。2点目、青山。前半20分、広島2点目。これはいい落とししましたね、石川選手。優勝にさらに近づく PK となりました。祈る、そして見つめる視線の先に11番佐藤久人。佐藤久人のペナルティーキック。決めた。広島3点目。前半の42分、今日の広島は本当に伸び伸びできているといいますかね、どこからでもこう点が取れるような形っていうのはできてますね。はい、あ、よく見えてましたね。スペースできる、チャンスになった。シュート来た、決まった。右サイドの石川叩き込みました。立ち上がって本当に多くの方に我々は支えてきていただいて、今日ここまでやってきました。そのサンフレッチェに関わる全ての人の思いを爆発させました。嬉しいです。サンフレッチェ広島、キャプテン佐藤久人選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝が決まった後、両手で顔を押さえるシーンもありました。どんな気持ちでしたか？いや、苦しかったシーズンも多かったですし、まあ、決していつも皆さんに楽しんでもらえるような試合ができなかったんですけど、でもいつもこうやってスタジアムに来て、そしてテレビを通してずっと応援してくれたおかげで、今僕らが、こうやって戦えると思います。本当に皆さんのおかげで優勝を成し遂げることができました。ありがとうございます。J2 への降格も経験しました。カップ戦で決勝で敗れることもありました。そしてこのサンフレッチェで優勝したいと言い続けてきました。今
その優勝が実現しました。改めてどんな気持ちですか？いやもう全ての人たちに感謝の思いしかないです。ありがとうございます。日本一だよ。日本一になるってどんなんだろうと思ってたけど、ビッグアーチ満員なんだね。広島最高。2度の J2 への降格もありました。そして、まあ、思えば中心選手牧野選手であるとか、あるいは柏木選手であるとか、ここで育った選手を、まあ、移籍で失うというようなこともありました。しかしその中で着実にあのペトロビッチ監督が種をまいて、はい、そして森保監督に引き継いで見事に花を咲かせました。そうですね、そういったまあ積み重なり胸があってね、こういったチームになったと思いますし、森保監督がまずまた守備をっていうところでしっかりと土台を作り上げた、あそこでチームとしての大きな力がね生まれたと思いますね。さあいよいよ J リーグ杯を手渡されることになります。初めて掴むサンフレッチェ広島、また新たなチャンピオン、歴史と伝統を持つサンフレッチェが初めて手にする J リーグの優勝の証。Jリーグスタート時のクラブとして唯一タイトルがなかったサンフレッチェにようやく訪れる歓喜の瞬間です。したマークにもあって優勝への足取りは必ずしも楽なものではありませんでした。その険しい道を越えて掴んだチャンピオンの座。森保監督も加わります。それも重いですけれども、はい、それ以上にねみんなの気持ちの重さというのがね、もう出てると思いますね、はい、なかなかタイトルに縁がなかったからこそそうした人たちの思い、逃してきた人たちの思いも大事にしたいと選手たちは話しました。森保監督が宙に舞います。今日も90分以上ピッチに向かって声を枯らし続けて、そしてサポーターに優勝の報告でも声を枯らしました。力が育ち、そして新しく加入した選手たちも力を発揮して掴んだ J1 の初めてのリーグチャンピオン。森保監督とこの佐藤寿人はあの仙台で同じシーズンを選手として過ごしたことがあって、それが森保監督にとっては現役最後のシーズンとなりました。頼りがいのある兄貴という表現を佐藤寿人はこの森保監督に対して送っています。そしてこの佐藤寿人にとっても思えばセレッソ大阪で J2 時代にプレーしたこともありました。ジェフからセレッソ、そして仙台、広島に来て8年目で掴んだ J リーグチャンピオンのタイトルです。非常に苦しい道のりをねみんなそれぞれ歩んできた中で優勝ということでね、と忘れられる思いもあるでしょうし、
してこのスタジアム見ても分かるように一つになるというところ、本当にチームを優勝するためにサポーターもそうだし会社も現場もみんなが一つにならないといけないというね形が見えてますね、はい。待ち望んだ20年間、広島が今シーズン見せた広島らしいサッカーを展開して勝利、ね、優勝をもぎ取ったゲームでした、まあ、今日のゲームは本当1年の思いが込まったようなゲームだったように思いますね。 J リーグ20年目、広島が初めてのリーグチャンピオンに輝いたゲーム、福西崇史さんの解説でお伝えしました。福西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。